はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、また雑談です。はい、なんでまた雑談ってね、言うと、編集が終わってる動画がないとそういうことになります。って黒猫さん、ちょっとあれじゃないのって、サボってんじゃないのみたいなね、そんな感じですが、まあ、編集が終わった動画がありませんので、ちょっと適当に喋っておしまいですから、身になる話が一つもなくですねまあまあ、なんでっていうと、ちょっとね、今このソシミを全部分解して、まあ電池で動くようにして、電池で打ってみて、で別のバッテリーで駆動してみて、で、まあ、メカボックスも当然全部分解したんだけど、そういう動画を今編集してましてですね、分解組み立て系の動画ってすごく編集がね、細かくなっちゃうんですよ。そのまあ1時間で分解組み立てできるものもあれば、こいつみたいに丸々1日とっかかってね、朝から暗くなるまでやってましたとね。でその中でやった作業をこうまとめていくっていうのがね、やっぱりかなり大変で、どうやって時間短くまとめようかなとか、短くまとめても長くなっちゃうなとかね、いろいろやってると、まあ、時間がかかっちゃってるんで、まあ、ちょっと待ってくださいねっていうところです。でまあこのソシミの編集もそうなんだけど、昨日ねちょっとこれが、まあ、手元にやってきたんで、これも廃墟式じゃないですか、マルゼンので。まあ動力っていうか、パワーソースはガスだけど、カートリッジをね廃墟する動作っていうのはポンプアクションなわけですよ。でこういうでっかいカートリッジを、まあ、こう入れていくんだけどね、入れて、でポンプアクションでね、こう装填して、打って廃墟、打って廃墟みたいなね、こういうアクションをするトイガンを手に入れた時に、僕はどうしてもですね、分解できるところまでまず分解してグリスアップしてから遊びたいなっていう、心境が働いてですね、とりあえず、このチューブマガジン外して中のスプリングにオイルやるとか、チューブマガジンは金属なんですけど、この内側がだいぶサビが出てて、新品なのにそれにショックを受けて一生懸命磨くっていうね、まあ、スプリングは錆びちゃうんですけど、で一回そこまでメンテやってやると、そうそう錆びなくなるんでね、あとはもうグリップ外して、トリガーグループを外して、トリガーグループをバラしたりとか、レシーバーバラしたりはしないにしても、その視野がかかっているところにグリス乗っけてやったりとかね、してやってからじゃないと。あとはこのフォアグリップとこうつないでるこの棒があるんですけど、これには内部的に鍵がいっぱいついててね、どっかと擦れたりするんで、そういう摩耗をね極力減らしたいなっていう措置をしてから遊びたいっていうのがあって、まあ単純にこれ分解して遊んでましたっていうね、だから時間がないんですよっていう話なんだけど、まあまあ、あとねちょっとありました。では朝いきなり、Google からメールがありましてですね、どうやら中を読んでいくと、その財務情報を教えてくれと、でその返答が ない場合とか、返答以下によっては、そのパターンによっては、米国からお金が支払われるときに源泉を徴収されますよと、まあ税金取られますよっていうメールが来たんだね。みんながみんな税金取られるわけじゃなくて、僕ら日本で活動してて、まあアメリカと日本は仲がいいので、正しい手続きすれば、要はアメリカから源泉徴収されませんよっていうメールが来てたんで、それの対応にね追われてました。そんな感じかな。僕ら Google からメールが来ると結構戦々恐々とする部分があっておっとやべえみたいなね。僕なんかはそれこそ YouTubeがこんなに盛り上がるもう前、そうだな、 i モードとかね、携帯でインターネットにアクセスするできるようになった頃ぐらいから、そのウェブサイト作ったりだとか、そういうことをちょいちょいとやってたわけだけども、なんでそういう頃からアドセンスっていうものがありましてですね、要はインターネットの広告なんだけど、 Google がやってる、まあ、そのアドセンスっていうものに登録してて、
僕はそのこの YouTube チャンネルとアドセンスが紐付けされてて、アドセンスの収入と一緒にバッと YouTube の収益もアメリカからね、入金されると、そういうシステムになってるわけで、なんでね YouTube だけで収益化している人がどんなになってるか僕は知りませんけど、 YouTube 本格的にやる前からアドセンスっていうところで収入はぼちぼちとあったんですけど、うん、まあそんな感じです。なんで手続き自体はそのアドセンスっていうところを、まあ、Google アドセンスを管理するサイトで、税務情報をね入力、まあ、単純に言うと日本で住んでて、うん、で日本でまあ税金確定申告して税金払ってるんで僕なんかね、そうするとマイナンバーとそういう情報が紐付けられてるんでマイナンバー入力してくれと、うん、そんな感じの手続きをパパッとやって、で、うん、入力し終わったらですね、もう 数分後でもないけどちょっとしたら承認されましたよっていうメールが届いて、ほっとして今この動画を撮ってるというところです。なんで今日はトイガンをで遊んでみたりする動画はありませんと、ね、このソシミとマルゼンのショットガン並べて今日は雑談しかできませんよっていう言い訳をして、もうヨロヨロと終わってしまうっていう状態ですね。うん、そんな感じです。YouTube で収益を得てる人、うん、アドセンスだけの人もいるかな。今 YouTube の方が多いのか。ね、は Google からメールが来るとなかなかドキドキします。そんな感じなんですけどね。まあね、その税務情報をちゃんと入力すれば、アメリカで源泉徴収されるのは 0% になりますよと、何も引かれないでこっちに入ってきますよっていう状態で、まあ、それが承認されましたよっていう話なんだけどね、うん、ただこっちで上がった収益とか売上、まあ、所得だよねに関しては確定申告しましょうよっていうことだからね、うん、まあ僕ももう今年っていうか去年の分か令和2年分の確定申告済ましてきましたけどね、やっぱりコロナでその整理券取るのとか大変だったんですけど、うん、なかなかね人混みが大変なんであれですが、一生懸命編集してますからね、メカボックスまで全部分解してどんな風に動くとかとかやりました。まあ一部分解してないところもあるけど、うん、まあこれはねまだ手元に来たばっかりなんで、まあこれもね初速測ったりしてみて、命中精度っつってもサイトないからね、ここにつけるあれがあるんだよね、マウントレール、でもどこも欠品でなかなか手に入らないみたいだからどうしたもんかなっていう感じですけどね、まあっていうのとかそんな感じかな、うん、ということでね今日の動画これでおしまいです、ね、ありがたくもない税金の話を聞かされましたんでということでね、また別な動画で会いましょう。うつべし税金はちゃんと払いましょう